久しぶりにおじゃパメンを聞きました東野浩二の本物ラジオ <laughs> <laughs> この番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸時和大学がお送りしますどうもこんばんは東野浩二でございます一時間お付き合いお願いしますえあつむくん <はい S 1> ネットフリックスでソウルバイブスっていう二時間の あれ作品を見たんですよ、はい、それ、何かって言ったら、1988年ソウルオリンピック前に、5人ぐらいかな、4人ぐらいの若者、車の運転が好きなちょっとこうやんちゃな人を中心に、言うたら、ちょっとうんマフィア関連のお金をパクって、ひと儲けしようっていう、見ましたあのすみません、開始10分で、ちょっとやめてます <laughs> そうでしょ。あのね 改造した車とかだからフランス映画のタクシーとかあるじゃないですか、はい、運転するでちょっとそれが不良のいろんななんかどっかで見たようなシーンとかなんかちょっとこう小粋なジョークっぽいやつとかが全て詰まったやつで,でそれで見てて。 ほんで見ててだん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 こうもうも話も盛り上がっていく感じで最後カーチェイスするところでどっかで聴いた曲やなって言ったらごっつええ感じで「おじゃパメン」という歌を我々歌って,てそれ何かというと知らない人というためにソウルオリンピックの前の年に2丁目軍団ダウンタウンさん筆頭に今田さんや130さやえ木村雄一とか僕とかオールディーズとかみんなで初めての「お 海外旅行にファンと一緒に行くっていう吉本ツアーズの一番の走り走りをあの行ったことがあるんですよ。でその時にもちろんファンと行くっていうのでファンもお金払ってプサン旅行に行く抹茶浜ちゃんと旅行できるっていうのでえお金払って抹茶浜ちゃんとご飯食べれる抹茶浜ちゃんと,ゃんと,ゃんとプサン旅行できるってことでえ言うたらもう 高校生から上の大学生とかのちょっとある程度大人の、ね、女の子たちがもう退去してあの大阪の南港からプサンに船に乗っていくっていう、うんえー、蓋た開けたらその船にいてんのは今田、えー、東の130ワール出た出たご存知吉本のやり口 <laughs> あでもあのパニックになってる女の子に説明します <laughs> 大丈夫ですよ皆大丈夫ですよ皆さんって。 まっちゃんハマちゃんがいますからえー、ってやって一泊だけすいません一泊だけこの船底で寝てください <laughs> すいません皆さん一泊だけでいいんです船底で寝てくださいなん<ー>やねんそれ<ー>とか言いながら<ー>みんな辛抱しよう明日になったらまっちゃんハマちゃんに会えるから<ー>って言って船底でごろ寝して大阪の南港からぐるっと回っては僕も初めてですよそんな海外旅行なんて でそ,のでそこに、えー、と港に着くんです、プサンのある港に着いたら、みんなが、その言ったデッキに登場して、ね、ちょっとた確か、あの時雨降ってましたよ、で雨降って、皆さん、もうすぐ、あプサンに、韓国に上陸ですよーって言った、その言ったら、港のところに、えー、傘を差したダウンタウン2人が、<お>あの<お> <laughs> 待ってるんですよ、<お>いや本当待っ,て待っててくれました。 ほんでワーってね、そのデッキの女の子が一晩ずっと船底でね寝かされたギチギチの中で寝かされた女の子がギヤってなって盛り上がってえ思わずその勢いで松本さんも浜田さんも手を振ってようこそみたいな感じでえプサン着いた。 でそっから、えー、言うたら番組のロケ二丁目軍団がプサンに行くぞ来年はソウルオリンピックで盛り上げる意味でロケに行かなあかん、えー、そんなことを聞いていなかったお金を払ったなにわの女子大生たちは <laughs> はって。<laughs> <laughs> ま はま浜浜ちゃんと旅行行けるって聞いたからお金払ってんけどすいませんちょっとまっちゃんはちゃん毎朝の特番でいろんな場所を行かなダメなんです<笑><笑>ええー、雨の中私ら別にプサンに興味ないまっちゃんはちゃんとプサン行けるからお金払ってんけど、うん、まあ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 あの。 夜ご飯一緒に食べますから朝ですけど夜ごはんにまたまっちゃん浜ちゃんに会えるからえー、みんな辛抱しようやあとあと6時間がらい辛抱したらまっちゃんとマちゃんとごはん食べれるやでその間に我々ロケする時にそのブサンの現地の高校生かな大学生かなの時にその言った友好の証として当時流行っていた 曲を大阪で我々僕とか今田さんとか百三十さんとかみんなで覚えたのがそのおジャパンメンなんですよ。これだからあのー、ソバン茶っていうグループの夕べの話っていう曲なんです。おジャパニンメン、尚がみよちょそう。 あ,あ、えーね、おやっぱなおがみ「ディングディングドラガヌ」とかねでそれをなんか音が音がおもろいなー言って、はい、うて、ん、<laughs> まあ、その中で今治さんが真ん中であの分かるやんあの今治さんが真ん中であの音をおもしろかしく表現して歌っててでそれを披露したんですよ。ほんでそれ披露してなんかあそんな歌まで覚えてくれたんですか、うん、みたいな感じでえー、あのなんか仲良くなって。 ほんであのー、まっちゃんはまちゃんとプサン旅行、ね、吉本ツーリーズの第1弾でで夜ごはんの会場に行くほんならもう言うたら会場入った瞬間にい,いろんな円卓に女の子が、ま、待ってる状態で、えー、登場した瞬間ににらみつけられてやっとやっとまっちゃんはまちゃんとご飯食べれるけどどう考えても円卓がいっぱいあるから。 もう向こうも勘いてるわけですよこんなもん食べれるわけあれへんやって私らの円卓の横に抹茶私での円卓の横には抹茶そんなわけないとライバルが多すぎるし、うん、で登場してあの時初めて茶原松本さんがあの何言っても受けへんかった。<laughs> <laughs> いや、なんか今、我々ロケしてきたんですみたいなこと言うけどそ,なんかそんなににらみつけてるから <laughs> 何万って払った人がほん <laughs> でまあまあ早々に我々は別でご飯食べるからって言って違うところに<あ>行,行きました。あ,あの、当時僕らもまた子供やったから気づけなんかったけどすごい背中に目線感じました。<laughs> 刺さったたた刺刺 <laughs> 刺さささりりままししってほんで僕えとダウンタウンさんほんで僕とか今田さんとかはたまたまその次の日その4時ですよだっていう生放送生放送あるから飛行機でプサンからえ大阪に帰る。であの関西の何にの女子大生は帰りもうんプサンからえ南港にえ船で。 船底に寝転がって帰るでそ,そこにあの一緒におったんがリットン調査団うわ地獄やってました、はい、あのあのクレ…リットンさんにずっとクレームどうう泣きながらなんなんですなんなんですかこれはってこんな話じゃないですとか訴えるとかもみんなもう興奮しているその時の話になりましたけどその時のあのそのおジャパン面が

負けたやつ <laughs> <laughs> 僕も君のお父さんと同んな年ぐらいやっ <laughs> 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 ていうブーブーいう吉本ツーリストの中の思い出の曲が「お,おジャパンメンで」でそれがごっつい,い感じで「あんな歌あったな」って盛り上がってでコントで流してでそれがなんかその,なんかその評判になってなんかの音楽祭もしくはイベントで 本家の,あのその言ったらそばん茶もやってきて、うん、でその歌を歌うっていうのもあってなんかやっぱほんでその「ソウルバイブス」の中でも流れてるからほんまにすごいヒットしたんだなと思ってて。うん で一方ちょっと吉本ツーリーズの第二弾の話言わせてもらっていいですか。はいお願いします。大不評のよりも不評な吉本ツーリーズの第二弾がありました。はい。今だ東野と沖縄小浜島行こう。うんうんうん、うん、参加者二名。えぶせや。んうんそう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 。いや <laughs> いやいやいや。二 <laughs> 名。いや僕ら世代の憧れあの四時ですよあ <laughs> のあの。 右大人のファン1名左大臣のファン1名2名ほんでなおかつそこでまたあの関西朝日放送かな関西テレビが忘れましたけど小浜島の「宣伝する」っていう収録がある。<laughs> あるからう 一緒に行けないほんで要はダウンタウンさんとプサン行った時は初めてのことやから社員もやっぱり手厚くツーリストも呼んでいろんなところを案内しましたけどいまだ東野と沖縄小浜島行くっていうのは伊丹、えー、空港集合でその女の子ら2人ね伊丹空港集合で行ったら2人しかおれへん不安ドキドキ <laughs> 吉本の社員が王兵に「これチケットやからこの日次の飛行機乗って」言われる「えついていかないですかわし仕事やかな、ね、大阪で」って言って。<laughs> 初めての飛行機右も左も分からん伊丹空港からあの番号がいたとこ行って飛行機乗って着きましたえー、小浜島に誰もいません <laughs> <laughs> 連絡しました <laughs>、えー、自力でホテルに来てくれや。<laughs> おー で我々はロケしてる夕方までロケしてるで夜になってロケ終わりましたでホテル着きましたそしたらそのホテルのロビーで泣いてる2人組を見ます <laughs>「泣いてる泣いてる女の子2人を見ます <laughs> ね」ねあ,あ泣いてる?」って言ったら急にこっち見て「あっ!」 っていう顔するそれはあの言うたら「憧れのスターが登場したんじゃなくて助けてください <laughs>」<laughs> とにかくく助けてください <laughs> っていうでそれに二人がでその女の二人が「はああ私らのツアーで来たんです」って言って「ここまで一人で来たんですよくわからないんです」って言ったらえ当時のスタッフがそう今田東野とその女性二人の間に入って「ごめん今ちゃんと東野にちょっとロケでし,しんどいからちょっとやめて」。<laughs> ああ <laughs> って言ってああ「えっ?」てなってさすがにさすがに冷血ダブル工事も「いやつちょっと,ちょっとかわっあまりにもかわいそうすぎるじゃないですか大丈夫ですか?」ってこう会話があって「ああそうなんです」言って「4人で記念写真とかなんか思い出とか楽しんでね」と「我々ロケがあるから」って言って「ごめんあの別でご飯食べるから」って言って。<laughs> <laughs> <laughs> いや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 ,いやそれの反省のもと吉本ツアーズっていうのがそんなことはもうあってはならんということでそれから後輩たちがちゃんと手厚く、えー、バス4台で行くなんとかのツアーだったらバスの中で芸人がずっと喋り倒したりとか現地行ったら一緒のテーブルでご飯食べてボケたいとか。 キキャッキャッ言うような楽しいイベントになった走りはちょっとつまずいたけど <laughs> いやいや走りっていうか <laughs> の反省を込めて <laughs> 反省を込めて今は立派なツーアーになりましたっていうのをちょっと思い出しながら<ー>その、えー、ソウルバイブスでなんかあ懐かしいなと思ってねそれをなんかつぶやいたほ、うん本当はなんかそのツイッターのフォロワーの人がなんか応答せよ1988っていう プライムで1988年の舞台に高校3年生の言うたらあまり裕福じゃない地域のところの男の子4人と女の子1人の,その家族5つの家族のなんか物語でちょっとこうその時代時代のなんかこう1988年の韓国の。 今ネットフリックスとかで韓国のドラマ見たらすっごい洒落てたりとかお金かかったりしてるじゃないですかでもその1988年の時代のソウルのなんかその言うたら人の中か雑多な感じとか言葉の荒さみたいなんがあとそれとなんかこう恋とか家族の中からみんな 貧乏の中でもちょっとこう貧富の差があるみたいなのが全20話で長ってちょっと思ったんやけどそこでもそう言ったらあのそばんちゃんの夕べのえ話え言ったら「おじゃパンメンが流れますよ」って言うからちょっと見たんですよほんならそれが意外にちょっと面白くて意外というかなんか時代というかすっごい言葉も汚いし。 ちょっと今やったらそんなセリフないっていう兄弟喧嘩で姉ちゃんと主役のね妹いてるんですけど「殺すぞ」とか<ー>「<laughs> 髪の毛思いっきり引っ張ったり」とかなんかその。 激しい。であとお父さんお母さんも娘に対してあんた不細工やったから私の股から出てきた時一回引っ込めたろか思ったわみたいな「<laughs> いやそんなこと言うねや」みたいななんかちょっと面白い話でなんか1話ちょっと1時間強で長いけどまあ一応繋がって最後すごい感動するいい話ってあるけどさすがに全部は見れないけどそこで一個思ったんがやっぱ時代いいけどちょっとコメディーシーンみたいなのあるのよ。だから要はそのえ 主役の子供たちのうん男の子に恋する主役の女の子それが家でご飯ね部屋着普段着で飯食べてるねんな言うたらもうそんなええもんもないし服もボロボロでもその人がやってきたら急にこっそり部屋に帰って綺麗な服着るちょっとこう,うんお姉ちゃんの同化粧道勝手にパクってなんかメイクするちょっと白塗りになる登場するびっくりするって言ってボケやるボケやメイク

えツッコミなんですかだから笑うとこですよみたいな感じやけどだから要はお姉ちゃんの服服ないからお姉ちゃんの服勝手に着るでもお姉ちゃんが帰ってきたおかんが大至急帰ってこないお姉ちゃんにめちゃめちゃ怒らへんでって言ったらえっお姉ちゃん帰ってきたえっ <laughs> ボヨヨヨンとかもう「ぼよヨよん」みたいな効果音でそのドラマの中ではまあ俺がヤギが鳴いてるって言うんやけどとにかくあの 1, その1話の中で12回ぐらい「め <laughs> ーめぇ」<ー>ってなるだよ。 見 <laughs> 見て見てねちょっとなんかこう、日本の昔の昭和のドラマ見る感じの良さもあるしで、その貧乏人のおかん同士でね、みんなパワーも当ててるしそんなにだから昔のドラマの設定やからそこまで顔もいじってない感じやし。えー ね、女の子もええ具合に鼻でかいし鼻もでかいしおおおおおあとなんかまつげをちょっとカールしたいからって街、うん、で火つけて消して、うん、その熱でまつげカールして、うん、あっそう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 いやちょっとコントにいや 1>、はい、r 1グランプリのコントに使えるぐらい、はい、なかなかの目が出てくんのよ。 ちょっと目だけのために見たいな、ね。じゃ見てみて。応答せよ。で,でも応答せよ1級、うん。応答せよシリーズって言ってなんか何年かの時代時代の韓国のあるから。うん、俺見てほしいね。アマゾンプライムで。はい、ねねおそらくコメディアンであるお父さんのギャグとかね。うん、なんか社長社長買ってきましたー。ーっ <laughs> 全然おもんないですよ。ねそのでも書き込みは星4.4ぐらいなんです。 だからそれ読んでたら最初は何が面白いかわからなかったけどだんだん物語って最初は全然おもろなかったけれども<ー>だんだん話に集中だから20話見たらめっちゃ感動すると思うんですけど、えー、それぞれの家のキャラクターとか兄弟いとか何かむき出しな感じのホームドラマみたいな感じで。うんうん でそこでも本当にお茶場面が流れててあほんまた、ね、みんなが修学旅行かんかで踊るっていうでギャーってなって踊ってるっていうのが流れてあ確かに流行っててなっていうのがちょっといい思い出というか楽しかったっていうことでございますけどさそしてあのー、やっぱこうあのバラエティ番組でコメントするじゃないですか。ねやっぱりこうなんか、ね、こういうテーマないですか、ね、一緒そのテーマに沿って一応なんか喋るじゃないですか。 でやっぱりカットされたりとかなんか違うやつよくあるじゃないですかそれにこの間久しぶりに食らいまして「<う>あのなんかドッキリグランプリ」が4時間スペシャルみたいなのが、うん、あってでまあ、せ晩宣みたいなんで「であのポップアップっていうのがあるんでしょお昼でそれの金曜日なんか土曜日流れるから金曜日のお昼に「モヤモヤチャット」っていうのがあってテーマを言う。うん でそのテーマを受けてスタジオで、えー、イエスかノーか1か2かみたいなのでテーマでしゃべるっていうで何でもいいんで喋ってくださいみたいな感じでで小池さんが言ったんがいろんな番組でディレクターに「いつものあの感じでお願いします」みたいなことを言われて「うん、えなえ何そのいつもの感じ」ってなんか,そのなんかざ,ざっくりしたその,、ね、その演出の仕方いやその具体的に言ってほしいと。 うーんだからスタッフさん、そんな軽い感じでそういうなうなうーん言うたら、えー、打ち合わせはやめてほしいみたいな話が私はちょっとそれみんんなな聞きたいですなんか皆さんもそういう風な打ち合わせで困ったことないですかっていうテーマを振るまあまあ分かるじゃないですか。 そこでも一応、まあ、その盛り上げなあかんからあ俺も分かりますよってよく言ってるんですけどディレクター帽子横丁にかぶってる人は信用しませんよとかなんかこう出したその、ね、企画書、えー、台本の,、うん、その指の第一関節の手前かタトゥー入れてるやつ信用しませんよとか,あのなんか長ズボンの片方膝まで上げてるやつは僕は信用しませんよ人を見た目で僕は判断しますからみんな盛り上げてって。でじゃあ さん何ですか?」って言ったらほんまにまっすぐな気持ちで「うん、そのポップアップの第1種ゲスト行ったんです、うん、山崎アナウンサーにおそらく俺がコロナ感染したとかねこの番組で言ったけどでそれがなんかネットニュースになって「ポップアップの数字がどんどん下がってきて一番ある時が自分やったんですよみたいな話してて <laughs> であの皆さんはそれ自分の出てる番組の視聴率気にしますか、うん、っていうモヤモヤチャット<い>これ盛り上がるでみたいな思って投げたんですよ。うんうん ほんでなんかそれでんちょっと増してたまたま SNS 見ててね英語サーチしてたら「もやもやチャットのお題」って言って「小池栄子さんはいつものあの感じでなんかそういういい加減なそな打ち合わせどう思いますか?」で、東野浩え人を見た目で判断するのはどうですか?」ってなって「あれ?」変わってる」って「え?」って「え?」 そんなえ嘘やや、ん。そんそそそななな、ここととあるっっって <laughs> いや。て <laughs>、うん。いいいれはど,どっちが悪か思だってそんなに別にさなんとなくネットニュースとかでなんかちょっと数字が悪いとかいうネガティブなニュースもあるけど、うん、そんなもひっくるめて、はいでね、僕の意見も「いや関係あれへんそんなんね現場も面白いしこれから盛り上がっていきますよ」っていう言い方もあるしいや気にするっていうのもどっちでもええんかなと思ったら「はい、えー、何やこいつ」ってスタッフから。 この東のこのナって言って <laughs> <laughs> で、まさかのえーうん、<laughs> で、その二日後ぐらいにポップアップが終了っていうネットニュースが あれと思って思俺やっちいや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 関係はないですけど,も <laughs> けどそんななんかキワキワなこと言うたつもりも別にね、うん、一石を投じるつもりもり、うん、笑顔で自分の、うん、自分の時が一番悪かったですよって自虐もいいって、うん、この番組めちゃくちゃ数字悪いんですよみんな数字悪いの気にしますか、うん、だったらちょっと感じ悪いや、うんはい。 俺がもう一一番悪かっったんですよって一応んとなくね保険かけて皆さんに投げたけどどうやら「ポップアップのスタッフにはすくぶる評判が悪くて「<タ>ッポップでもなければ「ポップでもな <laughs> でもくて、えー、残念なお粗末な話でございました。はいめ チックボーイするの時代やったら東のメイ欲しいな。<laughs> そうよね。なんかボーしたらメーっ出るって言って、はい、あの喫茶店で横の人のねあのカップルの会話聞いて、うん、いるところでメ、うん、<め>ー。<laughs> <laughs> いやなかなか。えー、ああと10月からね不夜城はなぜ回るっていうのがなんか深夜でレギュラーかっていうあの俺関東関西はやんのかな月曜日 TBS の深夜。 ななんかかか時時ららニュース1時間ぐらいいるじゃないですかその後に、うん、この番組でも話しましたけどそのプジョルジョくんっていう TBS の5年目のディレクターが趣味で深夜、えー、家まで歩いて帰る時に明かりがついてるその明かりで何してんやろってピンポン勝手に押して「あっ何してるんですかあこれこれしてるんですへえこんなことしてるんですか」みたいな趣味を企画書出したらそれ特番2回ぐらいやったんですけど、えー、なんか。 TBS で月曜日の深夜なんかあのレギュラーということでえこれはこれでまた良かったなと思いながらもえそんなプジョルジョ君が1人でディレクターしてえー毎週毎週そんな VTR できんのかなという心配もありますけれども頑張ってほしいと思いますしえ興味ある方はぜひ見てほしいしどう毎日放送はさんまさんとか浜田さんの五分五分とかが土曜日の昼間に移動ですよ。 アカシアテレビ月曜日の夜やってたんが10月からせやねんやってゴブゴブかなほんでアカシアテレビって言って大移動するんですよでこの間毎日放送の特番やった時に聞いたらそこの あのアカシアテレビさん五分五分さんそのだからニュース夜の11時の後の12時以降のあのや、やってるじゃないですか ABC と毎日放送のね長年戦ってたそこの毎日放送の枠がどうなんだやろうなんかなくなるのかなでも東京はそのアカシアテレビのその時間に不夜城は。 なぜ回るるっていうのを放送するかもしかしたら関西の方も見れるかも分かりませんけれどもちょっと楽しみにしてほしいと思いますさあそれではあもう一個あった俺言いたかったあのそのもやもやチャットであのそういう最近番組でね情報番組でテーマ発表するじゃないですかねボタンを押してねなんかイエスかノーかとか一番二<あ>番とかあるじゃないですか、うん、もうあれも,もう大概お題ひどいじゃないですか。 ひどい,ひどいだからな,なんやねんそれとかもうそんなわけ分からんお題っていうの、ね、自分の中で思ってたのよ「もうこんなん誰が興味あんねん」とかね使い古されたというかもうその中の一番最低なお題この間たまたま発見した「はあ、あのノンストップ!」っていう番組関東ローカルで設楽んがやってるんですよ、うん、で「ノンストップ!」でやる、まあ別に設楽んがどうとらじゃなくてそのお題が前からすごい気になってて、うん、そのお題が「今日のテーマです!」って言ってね 例えばだからそう言うたらえ子供との関係とかえ嫁姑の問題とかそんなはまあまあその言うたらうん主婦もいてるし見てる人の層に合わせたお題じゃないですか。で一番びっくりした最低のお題が「生姜焼き」「大きめのロース派」それとも「小さめの」 バラ肉派、ーノーストップスタートですって、お<ー>わおと思った。<ー>なかなかでしょ。なんでそんな狭めるんやろ。いやわかんない。わかんないですけど、<laughs> なんか主婦の方がいや私ロースハヤワとか、うん、私小さめのバラ派ってなるとは思えへんねんけど、うん、なんかそういうのがあったからこれどうしてもホモラジオで言いたいと思って。<laughs> <laughs>

東野さささんんんんんスタッフの皆さんこんばんは先日、ネットニュースでオアシスのリアム・ギャラがボーカルの人ですね、えー、記事が載っていました何でもネットに載せた自撮り画像が不評だったそうでリアムの髪の毛がブロンドか、えー、白髪か白髪かでファンと論争一部ニュース記事を抜粋させていただくとこれはブロンドだ俺は白髪じゃないぞと答えたリアムブロンドに染めてなんかいないぞあほども太陽の光の加減では全くとっ続けていたすると嘘をつくな。 お前品があるじゃないか「そうだろ」うと、えー、あるユーザーは答えるなど両者のやりとりはさらに過熱、えー、リアム・ギャラガーは最終的に、えー「疑うものはブロックしてやると聞き込んでいました」という内容「水蜂魂100まで」というか昔と全然変わっていないなと少し嬉しくな思いました。 この記事を読んで久々に聞きたくなりましたオアシスのワンダーウォールリクエストお願いします私も聞きたくなりましたちなみにアディダスからリアムモデルのスニーカーも最近発売されたそうでございますよろしければ東尾さんもチェックしてみてくださいありがとうございますそれでは行きましょうオアシスさんでワンダーウォール張り切ってどうぞ番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています メールは hh チエイチアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。エイチエイチアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。いいメールはいい遊びから。遊べ和光堂よ。浩二に教えて。東野浩二が今気になっていることを本家の皆さんに教えてもらうコーナーでございますけど。ワンダーオールを聞きながら。 えーちょっと僕の嫌いなディレクターの話をちょっと渥美さんにしてだいたんですけど「わかる」をいただきましたありりがとうございままかります <laughs> かりますすわかちなみにどんなディレクターかと言いますと <laughs> <laughs> 言うんや <laughs> やっぱり言,言いたいんですよ <laughs> 止まらんな <laughs> 止まらんのねだからさっきのそのや生姜焼き、えー、ロース派、えー、バラ派はわ、まあまあ、かるんですよでそれちょっとエッジ聞いてるじゃないですか よくあの焼肉二択みたいな感じでスタジオトークでこののあとでそこでまあそれぞれしゃべるっていう時の打ち合わせでその打ち合わせ来きたディレクターがその言い方ですよ。ちなみに東尾さんは「タレ派ですか?」「塩派ですか?」<laughs> っていうやつが嫌いなんですよ。<laughs> <laughs> そのんか明るくもっとファッてこう着るように「タレハですか塩ですか?」って聞いたいてえいんですけどなんかちょっとこう一応立ててるでもその上の人から東のタレハか塩が聞いてきてみたいなもう厄介なこと頼まれたでっていうのを背負いながらなんか一応企画説明して最後にちょっとこう前のめになってちなみにですけどタレ派ですか塩派ですか。 っていうやつ嫌いな。んです <laughs> あの顔、音量、メロディー。ですね。<laughs> いや、そうそう、そうそう。はい、いや、だから、僕は演者として、やっぱ、こう、さらっと聞いてほしいですね。<ー>そんな別に、あの、あの、なんか、東野さん、別に、その本番でどうぞ、みたいな、でも、いいですし。うん、もしも、一応、こっちも聞きたいんですよって、上から言われてるんで、うん、ちょっと教えてくださいみたいな。んなんか、私、僕は東野さんの気持ちも十分,分わかるけど、<laughs> 上から言われ。 てるんで聞きますけど誰やですかね塩派ですか,とかあのユニバですかあのディズニーですか紹介の皆さん気をつけてください <laughs> いや僕はもうこんなんね聞かなくても東尾さんのことならスタジオで盛り上げていただくと思ってるんですけどちなみに <laughs> ですね、いやいやでしょわかりますあの何ていうんですかね <laughs> そういう人に限ってあの関西出身じゃないのに関西弁使う感じしますね <laughs> 感,じ感じします <laughs> はい、えー、この方いきましょう工事に教えてでございます、えー、ダディアツムさんこんばんはと。 8月27日有楽町吉本であった東の VS のイベントを行かせていただきました、えー、2列目からダディを初めてこの目で直接見て感激しました「小学校の時から4時ですよ」だを見ていた私です「えー、かっこよかったですと」と目隠しをしてお互いのじゃんけんを手で探るゲームの時ダディと邦ちゃんが体を絡め合ってるのを見て「 ボーイちゃっとしたくにちゃんをもてあそぶダディ年下を相手にちょっと汗をかいてはりましたね何度も、えー、肌を重ねてえー、エロく見えましたその後の南川さんのデンジャクラブの衣装は正直本当に、えー、内部が見えましたでも南川さん鍛えておられるのが体がとても綺麗で、えー、VIO の処理も完璧だったのに驚きました河、えー、原君の真面目さ白木さんのお母さんのような温かさ1時間なのがもったいない内容でした、えー、もも見せてもらいました感想を教えてくださいということで、えー、27日、えー、1時間だけです 配信もなくイベントやってきてき、まあ、内容っていうのはだから僕の YouTube をいかにしてバズらせるか川原君天竺ネズミの川原君ランジャタイの国崎君でーしらきさんにちょっと僕と、えー、南川君を使って企画を。 考えてきてきくださいっていうなんかイベントだって別に隠すつもりもなかったけどねなんかまあ余計みのイベントでなんかやってて楽しくて久しぶりになんかあのゲームコーナーじゃないけどなんか磯ベッチのゲームワールドみたいな感じでやらせていただいてで河原君はよくなんかやる「叩いてかぶってじゃんけんポン」を。 目隠しして、えー、この時代ですから消毒しながらやるっていうも <laughs> なんかこう楽しく相手の出したじゃんけんをお互い目隠ししながら探り当ててピコピコハンマンやメットやでも消毒もしながらやるっていうお客さんの笑い声聞きながら <laughs> あ楽しいな <laughs> 世の中みんなこんな感じになったらいいのになと思いながらやっていただいて。ランジャタイの 国君はオール阪神・巨人師匠のンボールで貼り付けたパネルを使ったうーゲームでそれはそれは面白くてなんじゃこいつ思いながら自由にやったりでなんかそれぞれが罰ゲームがあるから毎回南川くんにちょっとやってもらうっていうことでじゃあ俺電磁波クラブの衣装あるからあの罰ゲームで南川くん君に着さすあいいですねみたいなので持っていったりとかして遊んだり。一番オーラ最後があー白木 さんで,で皆さんそれぞれ自由にだから僕が別にダメ出しすることもないし皆さんのゲームに「全ノッカりという企画やからどんなゲームを考えるのかなと思って、うん、川原くんの、まあ、エッジの利いた叩いてかぶってじゃんけんも面白いしで国崎くんもなんかこう独特のゲームで白木さんが考えたゲームがえ市販で売っているカードを引いてえカードに沿ったお芝居をするっていうゲーム。 で全員がわしだすっていう1時間の楽しいことでまたなんか機会があったら年明けとかまあ年にまた1回とか2回とかやってみたいなというふうに思いましたけどもえそ,うそして「厚木に来てますよ」「品川区来世は生垣さん」「教える」 ダディアツムーさんこんばんはいつも楽しく聞いております8月27日のサンドイッチマンさんのラジオにナイツさんナイツさんが出演されていて青空球軸王子さんのお話をされている中で花輪さんが大学生の頃に見た関根勤さんが司会のお笑いダンクシュートはい という番組で青空旧軸王子さんの写真に別名をつけてくださいというお題に厚ツさんが生身の C3PO と R2D2 と回答していて二人がそれに見えて未だにすごい天才だと思うとおっしゃってましたえ気になったので写真をググってみてニヤニヤしてしまいましたアツムさんすごいですねってことで覚えてる覚えてます なぜ覚えてるかというと、はい、死ぬほど滑ったから <laughs> えー、マジでこれから東京で頑張ろういう時に <laughs> 終わってから相方に謝りました <laughs> ごめんなって受け <laughs> <laughs> ると思ってんで。<laughs> <laughs> なので覚えてますけどもでもそれを現場は滑ってたけどその時に大学生の花輪くんがめちゃくちゃ面白いと思って笑っててその サンドウィッチマンさんの時の青空急事校さんの話の時にそれを思い出してぶち込んできた。<laughs> はい そのあー、C3PO、R2D2 の話をしたいのか、青空救世行者の話をしたくないのか。ミ <laughs> ー。大事ね。わ <laughs> か,かりませんけれども、<う>なんかそれがちょっと面白かって覚えてて,って、ええ、ナイ内の花川君が今でも覚えてるっていうことでございます。いやめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい。でも現場はめっちゃ滑ってた。めっちゃ滑りました。もうもう無理や東京と思いました。<laughs> 滑ったから <laughs> そんなことないでしょ。だって。 千原兄弟、えー、ジャリズム雨上がりで当時3組でしょ、はい、あれ当時は別にユニットじゃない千原兄弟とジャリズムは一緒にやってたけど、はい、雨上がりと3組で行ったのそれか雨上がりとそたまたま3組で番組やってたって、はい、あれってあれはですね雨上がりさんが点数を抜けた、うん、プラーンってなってる、うん、で 内原兄弟とジャリズム私ジャリズムが東京,行った東京にまだ引っ越してないです引っ越してないんだは行ったり来たりしてる時に前の吉本制作の番組がこけたからこの3組でやらせたらええやん<あ>ってな,んかなってそんな軽い感じだったのいや軽かったですはいへえんか満を持してこの3組でやるんだみたいな感じやったんかなと思ったのよいやいやそんな感じでもなかったテレ朝でしょ昼間の 全然売れてない雨上がり決死隊千原京大ジャリズムが。日曜の。テレ朝の。十二時。お昼十二時。十二時俺なんか覚えてんのよ。なんかジュニアが王子様からの格好してて。街のけかなんかでまあボケたりとかするのかな。いや、なんか面白そうなことやってんなとは思ってたんですよ。内容はあれやったんですけど、もう死ぬほど。あの、あの視聴率が。 いやだからやっ,やっぱりあれよだからそのお笑い好きな人は見るけどほんま東京の人でなんかしわ訳分からん人がやってたらやっぱ見えひんでんな。 うんやっぱやっぱ深夜からなんかな内容も深夜やったんででも当時そんな分からへんもんねあのもう全員ボケ合いであのカメラマンさんに怒られたんです誰とってえか分からへんからカメラマンさんももう全員がわあ喋るからいや秩序を持ってボケろよって怒られたんですあそうなんやさすがにもうどこをずしてえか分からんからでもその今 今そのアドバイス聞いたらやっぱ納得やもんねその通りです <laughs> その時はね若い時はっていうことですから、はい、あともう一つこれこれ読みたいですよ組テンポラリーダンスさんいつもありがとうございます8月30日中森明菜さんがツイッターを始められデビュー40周年となる今年再始動することを発表していました 新たな個人事務所を設立されたそうでこれからまた明菜ち,ちゃんの魅力は私たち妙齢の人間だけではなく子供たちにも響いてるみたいで8月27日に放送された「博士ちゃん」では平均年齢15歳の子ども14人が選ぶ昭和の伝説的アイドルベスト20が発表され見事中森明菜さん1位に選ばれていました。 またひとし松本の酒のつまみになる話では松本さんが「ヘえヘえへえミュージックチャンプか何かで俺終わったあと楽屋の前に松本様と、えー、楽屋ね貼ってますよねそこに中森明菜さんが楽しかったって書いてと話していました <laughs>、えー、今後東野さんと明ちゃんが共演すするる可能性もあんんじゃないいいかとワクワククしています、えー、悪い東野さんが出て本番終わった後に。 東尾さんの神がビリビリに破かれていませんように <laughs> 楽しかったと書いてくれるような共典期待しています。なんでこんなこと書くんですかこの人 <laughs>。嫌なこと書くな <laughs>。いやでもだからえ NHK でも昔のコンサートっていうのもなんか流れててそれがなんか皆さんが見てくれたっていうのもネットニュースになってるし、そのツイッターが初めて新しい事務所ができましたみたいなのがあってそれが。 ほんまのアキナさんのやつのなんかいたずらなんかがまだちょっと定かじゃない状態で今日たまたま特番の打ち合わせでたまたまその話になってそのアキナさんのそのツイッターの真意が「いや本当じゃないんじゃないか」っていう話もあるんですって言って「えどうなん?」っていう。 ちょっと非常に興味あるし「紅白歌合戦」1回だけなんか海外からあの中村明菜ですって言ってなんか天候のことを心配して歌ったのは覚えてるんですけどやっぱりちょっと歌も聴きたいしうーんその前の年ぐらいかその年かななんかディナーショーに出るって年末俺もなんか行こうかなって迷ってて結局なんか面倒くさがりやから行かなかったんですけどやっぱり言うても1回は生でね、はい。 あの見てみたいし今のお自分の中で生で歌声聴きたいの中森明菜さんとあの人えっとファイトの人中島みゆきさんあ一緒やっぱさすがにもうそろそろ引退ーー聞くといやもうちょっといやもう聞きたいとあのどんな歌でもいいけどほんまはョ女がええねんけどああなるほどええねんけどとにかく生中島みゆき どんなんなんやろって3列目ぐらいで200人ぐらいのキャッパでボ <laughs> <laughs> ーっとちょもうなんかそう立ってどうとか拍手じゃなくて生で中島みゆきを拝みたいというかちょっとねあのもしもそういうディナーショーとか夜会とか。 もうなんかやらないとかいうのをニュースで呼んだような気もするんですけれどももしもちょっとそういう情報があったら時間を合わせてちょっと行きたいと思いますし、えー、秋名さんが本当に復活するなら僕は嬉しいと思いますさあ今日はここまででございます、えー、本家の皆様、宛、えー、先に教えると書いて僕にいろんなことを教えてほしいと思います番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています メールは h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコム h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムです。いいメールはいい遊びから遊べ和コードよ。日常日常の出来事を文字に起こしてもらうコーナーでございます。 えー、京都市まみりんさんダディヤツムさんこんばんは先日 NHK で放送されてた「72時間」ご覧になったでしょうか見てないですよ。「男性の脱毛サロン取材72時間の中ベスト10発表する」って言って次週を「脱毛だ」って言って楽しみにしてたんですけれどもちょっとまだ見てないんで「NHK オンデマンド」でこの後見たいと思います、えー。男性の脱毛サロンを取材していたんですが「脱毛する理由はそれぞれでカミソリ負けするから」 冷えの濃さが嫌だから将来の介護に向けてなど女性とはまた違った観点もあるんだなと感心していました私も最近 VIO 脱毛を始めましたが 毛がないのはいいですねとつるんと、えー、ふけて気持ちがいい旦那さんにもおすすめしたいんですが、えー、乗り気になってくれません、えー、やればいいのにお二人もおすすめしてあげてくださいということで七十二時間で男性脱毛をやってみたんでもうそれがもう当たり前みたいになるんでしょうね僕だから東のデニムっていう YouTube やって去年の夏デニムの半パン履いてそのすね毛がどうやって言って T 字カミソイで なんかその時沿ってたんです夏、ね、それが1週間に1回延びるからこの大阪の朝、ね、ホテルで起きて、ね、なんかこうスチームサウナ入ってお風呂使ってその大浴場使うんですホテルの。でそこでもうなんかそのルーティーンで週1回そっからもう夏秋冬春夏今ずっと週1回大阪のホテルの大浴場で、うん、T 字で。 足の毛剃ってるんですよずーっとだか,だから脱毛したらええやんって話なんですけどだからもうそれがルーティンになってるしまあまあそれぐらいでいいかなってな感じでずーっと意味なくそり続けてるんですほんで「あのアンダーヘアー」もこの番組でそのうーん寺坂くんっていう星野源さんのラジオの創造作家の方から頂い,いたゲストに来てそれ使いましたけれどうーんそれ使っても使わなくてもなんかこう言うたらなんかこう。 口ひげみたいなアンダーヘアやから口ひげの口元の端っこあたりに飛び出す流れてくるやつも T 字で剃るっていう、うん、大したその僕の日常ですけどそれが大して何なんでって話なんですけど、うん、なんか癖みたいな感じでルーティーンで T 字かみ剃りであの剃ってます。な明日も朝7時過ぎに剃ってますすな<ー>、はい、ならないんですか 別に分かれんあんなんて迷信じゃないの濃くなるなんてずっとんかずっと意味なくずっと「てん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 」ってあるけどこれ反るでその言うたらちょっと軟骨出てるからそのラインが難しいから T 字で反るほんで風呂上がり白いタオルで振ったらたまに血出てるみたいなんがもう当たり前ってな感じですから全く生えてないでしょそういうの。ええあどねとか生てる うん、それ、まあ、脱毛しようとは、別に何も思えへんし、そんな気にもなれへんしってな感じ。そこまで汚ない。ないから、まあ、まあ、いいかなっていうところですけど。まあ、僕はそんな日常でございます。さあ、この方、愛知県、ええ、辰のお年頃さん。 どのタイミングで打てんのっていう R−1 のネタいや面白いあいおもろい列車のペンネームやからさこっちもサービス精神でさサービスああのダディからーもらったみたいな浜田さんに叩かれたみたいなええことあるわみたいな俺からのプレゼントやじゃあよかったです 君こんばんこばは。私は結婚23年目 <laughs> 23年目の人が書く名前か鉄道<分>の仕ろ。1>, 1ヶ月半前に結婚指輪を家の中でなくしました探しても探しても全く見つからないんですとただ嫁は私の結婚指輪がないことに未だに指摘してこないんですだか,らだから旦那の人旦那ですねこの男の人、うんうん、嫁は指摘してこない。 え嫁は結婚指輪を普段からしているんで気づいていないのか気づいてわざと私を泳がしているのかわかりませんがそこで同じ既婚者のダディーに淳くんお二人は結婚指輪をなくしてしまったどうしますかぜひご意見お聞かせください僕だってもう25年以上前に結婚して最初結婚指輪しててでもなんかその結婚指輪し,しているけどまだその時245ぐらいだったからなんかでみんなしてないしテレクで浜田さんも結婚さっきやったけどしてないから。 芸人とかなんかせえへんもんだからと思って仕事の時は外して家帰ったらつけるみたいなやったけどどっかのタイミングでなくなってで嫁に言ったら嫁も別にあのそんな怒れへんしで嫁も別に結婚指輪してないしなんかそこの怒る怒れへん感じじゃないししてる結婚指輪なんてしてないすあの買った結婚買いましたでそれで婚約指輪買ってないですはい それはいつのの段階で結婚したの言うたら「えー、ジャレズムの頃から世界の鍋や作家の頃とか」「放送作家の時です」はい「あジャレズムの頃は付き合ってたけど付き合ってないですねない、はい、放送作家の頃に知り合って東京で、はい、大阪で大阪で知り合いましてはいその時は大阪住んでたの東京住んでたのえー、私は東京,東京住んでて奥さんは大阪大阪ではい お金もあったから別にでもいらんタイプか奥さんはえいらどういうことですかいや変わってはるからいら,いらんタイプあの結婚指輪の円のサークルのところを鼻とかにつけたいタイプや,いやなんでやねんそんなんちゃうわいやいやそんなイメージや、ね、いやいや,いやそんなイメージや <laughs> ベルセリクのモノマネしたいとかわけわからんことするから <laughs> ガッツのねガッツの <laughs> いやそんなんいらんというかそんなん気にせえへんタイプじゃないのいやもう、まあ、気にしないですあの 僕痩せたんで指輪が外れてまうからもうつけませんって言ったら「OKOK」ああもう全然全然問題ないよっていうところ、はいはい、俺もだから婚約指輪はあれですよ、うん、当時俺234で吉本水泳大会の商品がえじゃあななんか吉本の番組でなんか指輪もらえるっていうのはそれで俺婚約指輪よへえ。 新婚旅行が吉本水泳大会で伊勢志摩の旅行券だってそれで行ったりとかえそ東野さんその時もう売れてますよねお金持ってますよね持ってるけどでもそこまでもないしだから給料で言ったら24歳ぐらいでしょは俺はいや30万とかぐらい給料月あ,あの頃ですか、うん、へえ<ー>そんなそんな30万とかよ目、えー、劇場出て でそうそうほんで新喜劇やって、はい、そんなんそんなんうわそうっすか、うん、吉本ってやっぱすごいっす、ね、<laughs> いやなんでもっともうると思ったいやそれいやいや,いやそんなんそんなんって別に劇場だってテレビのレギュラーもないし吉本新喜劇、うん、梅田花月出番でその後 NGK 出番の生活が2年から3年ぐらい続くからいやいやいや,いやそんなんですよ 梅田花月の頃なんて新劇やってやや受けで終わって梅田の商店街歩いて今田さんと二人でパチンコしてでなかなか出えへんな思うて今田さん出てるなと思ったらそのパチンコ台に清師匠の宣材写真置いてニヤニヤ笑いながら「これ置いてたら出んねえ」言って。<laughs> <laughs> そうのそうよね、木村雄一に毎日300円渡したら次の日弁当作ってくれるとかで石田が俺の小声で俺と石田に作ってくれるんだけど2日目に。 兄さんおかしないですかって300円払ってなんで焼き飯だけなんですかみたいな「<laughs> なんかこれぼったくられてませんかこの弁当」って言ってそれは木村うちの耳に入って「トータルで考えろや」って <laughs>「月間水木金で考えろや」って <laughs>「昨日はええハンバーグとかあの鶏の唐揚げとかあってね焼き飯ってなんでこんな言われなあかんねんみたいなとか <laughs>「目なりっぱなしですね」「目え目え,めえ <laughs> <laughs> っていう時代よ俺なんてほんまに。 っていいうところでございますから、はい、だから結婚だから今の若手の芸人で結婚してる人がみんな普通につけてるっていう感じでございますけれども今と違うんですけどあともう1つ、えー「だるまさんが転んだ日をダディアツムさんこんばんは私は関西から実家の東北に引っ越してラジオは YouTube で楽しんでいます実家に帰りしばらくすると福祉施設に暮らすおじさんが脱走しました」。 施設の方などが捜索後おじさんは近所の公園で身柄確保され住むところがないのでしばらく家で椅子を下ろすことになりました母がそれを嫌がって「タバコ吸うやつ嫌やわ嫌いや」 と聞こえよがしに言ったり冷たくあしらうのを見て私は何とも言えない気持ちになりましたまた父にかま、えー、われない母がすねプチ家出をして母も父が、えー、捜索することになりましたおじさんは無事住む家が見つかり落ち着きましたが家族で暮らすと思いがけない家族の一面を知ることになりネタがつきませんありがとうございます以上日常でございました <laughs> エンンディングでございます過去の放送は YouTube で公開中洋楽リクエストお待ちしております思い出を添えて送ってください教える日常それでも生きていくプラチナゲームズプレゼンツ東のゲーム計画へのメールをお待ちしております お書き郵便番号五三零八零零四 ABC ラジオ東の高次と本物ラジオメールは h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムメッセージ紹介した方にお札ステッカー差し上げます時々本物バッチもプレゼントしますそけでは9月の1週目の放送でございました今夜は以上でございますそれではまた聞いたってやバイバイこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸東京大学がお送りしました。